だって今のトゥルチノフっていう大統領代行も、これ日本であまり報道されてないんですけどね、元秘密警察の長官なんですよ。それ秘密警察の長官の時に、今まで旧ウクライナの秘密警察って旧 KGB の流れだったんですね。この人は文民ですから、それをユシェンコ大統領の時に全部切って、CIA、アメリカの、はい、それからイギリスの SIS007 の MI6 ですね、そっちと協力して体制を変えたっていう裏の人なんですよ、はい、それで今回だって東部や南部で行政府占拠されてるわけで、それはどうしたかって言ったら、ウクライナの中央政府がロシア語喋れる人たちを事実上追い出すことになる、ウクライナ語を唯一公用化としようとしたと、その後撤回するけど信用できないって言ってみんな集まってるわけでしょ、確かにそれ理屈あるわけですよ。みんな失業しちゃうといけないと、はい、そうしたら丁寧にその住民と話すとか、あるいはそういったことをしないために自治権をちゃんとつけると、次の大統領選挙では、そういうことも一切約束しないと、それだからこれはどうなるんだってみんな心配してると、そうしたらですよ、この選挙が始まったところで13日にウクライナ政府がまずこいつらテロリストだと、そしたら14日にはテロリストを放逐する大統領っていうのをトゥルチノフがサインして、でその翌日からぶっ殺してあるって、実際殺し始めてるわけでしょ、はいはい、自国民にテロリストだってレッテルを貼って平気で殺しをするなんて、やっぱり普通の国じゃないですよ、ところがアメリカはその辺が見えない、もう最初にウクライナはいいものだと決めてると、イギリスは見て見ぬふりですよね、ドイツはギューッと距離を置いちゃって関わらないようにしてますよ、でもいずれにせよそういったことを見てみた場合に、ロシアがろくでもないことは確かなんですよ、でもウクライナはもっとひどいと思う、これはあの毒蛇と、毒サソリの対決だと、ね、あるいは毒サソリだと弱そうじゃないですか佐藤さんっていう話もあるんで、そうするとあのハブとキングコブラとか、なんかそういう感じですよね、両方とも怖いですね、刺されたら、ね、だから関わり合わない方がいいんですよね、こういうのあんまり鎌首上げてるわけなんですよ、キングコブラがうわーとか言って、はいはい、それハブがシャーとか言ってるわけですよ、もう絶対かかんない方がいいっていうのが私の考えです、